西麻布のちょっと広の方を行って左側のあの上の方にあるところで水汲んできたんですけど、ちょうどなんか、なんだろう、なんか1000円しか使わないみたいなやってて、で、なんか実際に、それやってた方が、なんか、かけないアイデアが結構出てきていいので、逆にまあ、それはそれでいいのかなっていうふうに思ったんですけど、例えば、毎日缶コーヒー飲むんですけど、なんか、78円とかで1リットルの UCC のなんか無糖のやつあったんですけど、それなんか割ればいい、それ割ればいいやつなんで、アルチラーティン公園のブランド使わないんだったら貸してほしいわ。さらになんかプライベートブランドとかだとさらに46円ぐらい、46円とかぐらいなんですけど、まあその1日 2,3 缶飲むって考えたら、まあ、150円ぐらいで、まあどうしようかなと思ったら、なんかその UCC のなんか無糖のなんか1リットルのやつがあって、それをなんか豆乳で、豆乳で割ればいいじゃん。そしたら、まあ砂糖もの取らなくていいし、で、なんか無糖と、なんか、ちょっと、少し微糖、微糖か、微糖とか、なんかちょっと同じ、なんか価格で、なんか同じ値段のやつがあったんで、まあ、まあ無糖でちょっと、少し、ちょっと、あとは砂糖欲しいなって思ったら、まあそっちの微糖のやつ買ったりとか、あとその豆乳も無調整とかじゃなくて、ちょっとなんか調整のやつとか、微妙にちょっとカスタマイズI'm not sure if you're going to be able to do that.
ラクエ2なんですけど、あのドラクエ2ってなんか最初からなんか主人公があのレベル50がマックスで、あの48からスタートできるなんか復活の呪文っていうのがあって、なんか昔ファミコンってそのパスワードをその入力なんか20桁ぐらいのパスワードを20桁ぐらいのパスワードを入力して、で合ってたらそのログインできるみたいなあの感じだったんですけど、で、なんだっけな、横に行ってるよ、あーそっか、坂がね、あ、取られた、ざっけ。